鉄道アイドル伊藤桃がふるさと野辺地町の魅力を紹介する。青森県野辺地町は陸奥湾に面し、自然の恵みが豊富なところ。かつては北前船の港としてにぎわっていました。今回のおすすめは野辺地葉付小かぶです。その収穫が行われるのはなんと午前4時。かぶの鮮度を保つため気温が低い夜明け前から作業が行われているんです。ここに、あ、本当だ、すごいサク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 って打ちます、うん、おお。めっちゃこうやって霧が出てて寒いですけど、はい、これがね、すごいもう山瀬というかね、はい、かぶには絶好のもあの天気なんですよ。野辺地町は夏に太平洋から冷たい風が吹きつける山瀬地帯。農作物を育てるには厳しい地域ですが、この冷涼な気候を逆手に取り、涼しいところでもよく育つ小株の生産に取り組んでいます。この小株、皮を剥いて生で食べるとジューシーで果物みたいなんだそうです。シャチシャチしてて何かつけたりしないんですけど、このまんまでも十分甘くて美味しいです。全国で評判が高まる野辺地葉付小かぶ、その絶品の味は地元野辺地町でご堪能ください。野辺地町に関するお問い合わせはこちらまで。野辺地町、ぜひ一度遊びに来てください。